東風連駅は北海道名寄市風連町にある北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。駅番号は W47。一部の普通列車は通過し、2020年3月14日、改正時点では上下各4本が停車する。1977年の東風連駅と周囲約500メートル範囲の状況。右上が名寄方面。 ナヨロに向かって、右に、ホームがあり、委託先の民家の指導を経て駅へアクセスしていた。ホーム、ナヨロ側の下に、待合室の水色の屋根が見える。委託廃止後は左側に、ホームが移設された。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成、風連の東方にあるため。当駅は、 名寄高校から現在1 5トル隣駅の名寄駅から2 3トル離れているため、駅の利便性向上と名寄高校の魅力向上を目的に、当駅は2021年度末に、現駅から輪っか内方面に1 6トルの地点、高校から2 0 0ル地点に移設の上、名寄高校駅に解消を予定している。移設は、 市の単独事業として行われ、2021年度の予算案に、駅移転にかかる事業費として、数千万円を計上した上で、同年度中に着工、2022年3月の完成を目指すとしている。一節後の駅施設は、名寄市の財産となる予定である。一節後の駅は、短式ホーム一面一線の地上駅。ホームは、輪っか内方面に向かって、左側、 ホームにはスロープ、雨や雪を防ぐ日差しの設置が予定されている。また駅整備に合わせて、名寄市がコミュニティスペースの設置を検討している。また、開業に際して実施されるダイヤ改正で、当駅へは普通、快速列車のすべてを停車させる予定である。2両分の長さの鉄骨製コンクリート床の簡易型短式ホーム一面一線を持つ、地上駅。 市別駅管理の無人見駅。かつては、輪っか内方面に向かって、右側にホームが設置されていたが、利便性向上のため1999年に左側に移設された。プレハブの待合室があり、以前は簡易トイレが設置されていたが撤去されている。当駅から北へ徒歩20分ほどのところに、北海道名寄高等学校があり、 2019年7月25日26日に、名寄市議会が実施した、令和元年度第1回、市民との意見交換会中で、名寄市長、加藤武氏は当駅の利用者について、ほとんどが、名寄高校の生徒と回答している。1日の平均上校人員は、以下の通りである。前述の名寄高校が北にあるほか、南東へ7キロメートルほど離れたところに、 風連防護大自然公園がある。キャンプ、パークゴルフができ、若しい湯に入ることができる。他は民家が数軒あるだけで広大な田畑が広がる。ありがとうございます。